Hey guys! I am Kumkum Rai! さあ、セレクション。続きですね、これ。前回、この木にボコボコにされたんで、ちょっとレベル上げてきました。トレント戦です。果たしてどうなるか。吸い取られた、ヒットポイント。吸収系の技使ってくれ。奪われてますね。お、倒した。ヒー、助けてくれ。俺が悪かった。心を入れ替える。マーテルの鍵を差し出してきた。すっかり人気者になった。心を入れ替えて。トレント、やめてくれよ。よし、鍵手に入れたんで、これで新しい領域、マーテルの領域に行けるはずなので。この間開かなかった門が左側にあったと思うんで、その門を、扉をこじ開けて新しい世界へ。よし、まあまあ、なんだ、エンカウントするな。そうだ、鎧をね。お？鎧買いたいんですよ。まだ全然足りねえな。奥に部屋があるから持っていきなと。お祈りを捧げる魔法のようだ。グレイスの魔法を手に入れた。常連さんだから特別に在庫あげるよって言われました。そしてグレイスの魔法を手に入れた。鎧を買うにまだちょっとね、お金が足りないんですよ。微妙に50ゴールドかかるので、50ゴールド分貯めなきゃいけないんで。6ゴールドか。これがカミューの門ですね。愛の魔法使いカミュー。まだ鍵がないのにいけません。法を使えばいいことぐらい赤ちゃんでも知ってるわね。お祈りする方法を教えてくれました。いきなりガリガリの男が睨みつけてきたぞ。マーテル、失礼じゃないか。え、なんだって、君がリッカー国の王子だって。笑わせないでくれよ。出直してこい。ポッポー、電書バト、ポッポー。賢くて優しいんだって、実は。ポッポーって、懐かしいね。モリピー、
あとちょっとで鎧変えるんだよな。スケルトどんだけ連チャンですね。エンカウント率Gのいる領域に入ったぜ。よし、これで鎧が買える。新しい鎧が。よーし、まだマーテルのとこはテレポートできないんだ。教会に行って祈りを捧げろって感じですね、話の流れ的には。力で封印されている。何の力で。魔法の念力みたいなものか。しつこいやつだなって。教会に祈りでは捧げてるよ。開けといてやるからさ。素早さが上がるんだ、リゴーって。あんまり使わないかも。もう教会だ。薬草があったぞ。ここからじゃ遠くてよく見えない。祭壇、祭壇の前まで来ました。ステンドグラス、エレメンタル。こいつ自爆してくるからな、逃げた方がいいんですよ。ロザリオを手にしたことで
を引くものだと認められる。マーテルってことだなと。マーテルに認められるんでしょ、ロザリオを持ってれば。かなり音痴のお迎えになりましたね。さっきのあの頑固者にロザリオを渡せば、見せれば信じてくれると。僕王子様ってことがわかるのかな。伝わるのか。それはもしやレミ王妃が大切にしたロザリオ本当なのか。すまなかった、許してくれ。ああ、希望の剣は持ってない。その代わり強くしてあげようって。スリースターになった。原因不明の苦しんでるそうだ。頭をちょっと叩いて。卵を生まれた。くれるんだ、白い卵。何も起こらなかった。シャボーに聞けば希望の剣のありかがわかるかもしれない。でも鍵がないから。鍵がどっかにあるんでしょう。まだ行ってないところに。とりあえず今回はここまでで、ロザリオを手に入れて、そしてマーテルからマーテルを信用させて、そして卵、白い卵を手に入れたと。その卵を何に使うかよくわかんないけど、とりあえず重要アイテムっぽいんですけど、まあ手に入れて、で情報によるとシャボー力の魔法使い、シャボが希望の剣のありかを知ってるんじゃないかっていう話ですね。だけど鍵がないので、それを手に入れなきゃいけないっていう状態です。ではまた。